次に匝瑳市市民病院医療相談室にソーシャルワーカーとして働いていらっしゃいます匝瑳市食堂の市民病院支部役員の勝浦よし子さんにお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、あ、入ってます、匝瑳市市食堂病院支部の医療ソーシャルワーカーしてます勝浦と申します。ですね、先日、朝日の中央病院からお出になった患者さんがいらっしゃいます、銚子市の夏木市っていう駅ありますか。でそこから、あそこにお住まいの方が結局救急で朝日の中央病院に行って自分の住んでる銚子市の方には戻れなくてもっと先のうちの匝瑳の市民病院におりになりました。もう明らかに遠くになったわけですよね。で80、パートナーが80前後だと思うんですが、松木市から電車に乗って総合の八日市場に来て、それを週2回お洗濯物っていうことで、まあ日中若い人が働いているので電車で来られてました。ということで多分銚子市の方はうちの病院だけでなく遠い病院に行かざるを得ないっていうような実情が本当にうちの病院もありまして、まあ、その方はめでたく、銚子市内の施設で、受け入れてくださって入られましたけれども、まあ、ご家族1人患者さん、入院患者がいるってことは本当に家族はすごく大変なことですよね。それをまして遠くまでっていうようなことでは本当に銚子市民の方は大変だなっていうことを実感しております。まあ、早く皆さんの病院ができるまでできることはお手伝いをしたいなというふうに考えております。ですね、私の方の匝瑳市の病院の存続と地域医療を守るこの間の取り組みを報告し、銚子病院再生に向けともに連帯していく決意を述べさせていただきます。私たちの匝瑳市民病院を巡っては、今から2年前、平成18年11月、当初地域医療連携協議会というのが始まりました。そのメンバーは、県の健康福祉課長、医療福祉課長、それから朝日中央病院と当院の病院の事務局長、というふうに県の職員が配置されるなど、文字通り県の主導で国に先駆け、東総地域の医療連携を突破口にして、朝日中央病院を拠点病院とした銚子市、東野諸町、匝瑳市の3つの自治体病院を統合支援病院とする IHN 構想、再編ネットワークという構想が進められています。水面下ではだいぶ何年も前に始まっていたようです。さらに最近では基幹病院となる朝日中央病院の経営形態をめぐっても、朝日市長が革新的技術特区を目指すとして広く患者市民の意見を聞くこともなく、私的諮問機関の検討委員会を立ち上げ、総務省のアドバイザーを委員長に公設民営指定管理者制度検討され、働く市民や市民に不安が広がっています。この背景には国の規制緩和による医療構造改革、それから昨年12月に総務省が発表しました公立病院改革ガイドラインというあることが明らかです。当院匝瑳市民病院も当初22名いた医師が今半分11名になっています。医療医師不足による患者の利用率の減少で非常に経営困難余儀なくされ、この間小児科産婦人科休診、眼科耳鼻科は常勤から非常勤ということにえらい状況が続いています。また市からの支援でなんとか経営はやりくりしていますが、非
常に危機な状態であります。私たち病院支部は病院の経営危機の真の原因を知ってもらおうと、地域の労働組合、年金者組合、議員団体、個人実行委員会を作りまして、匝瑳市民病院の危機を乗り越え地域医療を考える集いというのを今年の6月8日開催いたしました。当日は120名の参加で熱気あふれる集いとなりました。集いでは20年前から取り組んでいる市民病院、開業医、民間医療機関の連携で行っている在宅患者24時間システムのスライドが地元医師会から出され、市民病院がその中核として重要な役割を果たしていることが報告されました。市民病院の存続充実を求める発言が相次ぎ、私たち自身が市民の期待に励まされました。7月8日私たちの職場に衝撃が走りました。銚子市民病院が9月末休止、公設民営でと銚子市長の発表があり、テレビと新聞、マスコミも公的病院の突然死と全国的に報道されたからです。銚子の市民の皆さんが市民病院の再生に向けて7月19日に700人を超える存続を求める集会と5万人余りの存続を求める署名が提出されたにもかかわらず、8月22日の銚子市の臨時議会では一票差で休止を決定してしまった。市民の病院存続の提案を受け入れない銚子市の対応にとても残念というか、医療現場に働く者として怒り義憤を感じております。病院の経営が厳しい自治体は県内全国でたくさんあります。どうしても初めから休止ありきの考えになりません。銚子市民の皆さん方の運動には私たち支部も激励されています。全職員を対象にして医療崩壊を許さず市民病院と地域医療をどう守るか連続学習会をしております。学習会参加者全員には市民の期待を担って市民病院と地域医療を守るために病院充実に向けた分析協力医師を含め全職員対象のアンケートを今行っております。去る9月17日の市議会で匝瑳市長は今後の市民病院の経営は公設公営を堅持していくと2度にわたり表明しました。いつ方針が変わるか分かりません。まとめに入ります。医療は住民の安全保障であり、住民の命の輝きが地域の輝きにつながります。安心安全の暮らしを守ることは自治体の本来の仕事です。今後地域の医療体制の実現に向けて国の政治の在り方を変え、総選挙では国の政治の在り方を変え、引き続き地域の病院の再生に向けた県内地域の運動と連帯してみんなで共に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。匝瑳市民病院も市長さんが公設公営を堅持するということを述べておるそうでございます。それを信じております。銚子の二の舞とならないようなことを強く信じております、念じております。